おそらく20世紀初頭に、撮影1994年、副顔実によって、生前の姿に顔面が再建されたアンナ、スティパノービナデミドバは、ロマノフ朝最後の皇帝ニコライ2世の夫人、アレクサンドラ・コゴを抱えのメイドだった。トボリスク、その後にエカテリンブルクのイパチェフ館に監禁された、元皇帝一家と行動を共にし、1918年7月17日に、 彼らと一緒に殺害されたために死後に名声を獲得した。1981年に在外ロシア正教会によってソビエト政権による圧政の犠牲者として劣勢された。デミドバは背下高く優美なブロンドの持ち主と特徴づけられた、れチェレポ別の裕福な商人、ステパン・デミドフの娘であった。1900年に友人からの紹介を通して、 ロマノフ交流に使えるメイドの職を得た。情報源が示されていないものの、グレッグ・キングは、彼の著書、ロマノフの運命の中で、ニコライ2世の子供たちの英語の家庭教師、チャールズ・シドニー・ギブスに恋をしていたと記述している。デミドバは、ニコライ2世、アレクサンドラ、マリアが1918年4月に、トボリスクからエカテリンブルクへ移送された時に、同行している。 残りのロマノフ家の子供たちやグループの他のメンバーは1ヶ月遅れでエカテリンブルクに到着した。移送された時にギブスにボリシェビキがとても怖いのよ、ギブス氏。彼らが私たちに何をするかわからないわと語っている。エカテリンブルクのイパチェフ館に滞在する従者の数は次第に減っていった。二人が投獄され、6月には G のエフゲニーボートキン フットマンのアレクセイ・トルップ、料理人のイヴァン・ハリトーノフ、皿洗いの少年レオニード・セドネフしかいなくなった。7月17日の早い時間、監禁されていた一発フ間で睡眠をとっていたデミドバは、他の被収容者と共に起こされ、地下界に降りるように言われた。デミドバはその中に宝石が縫い付けられていた二つの枕を持参した。ヤコフ・ユロフスキー率いる銃殺隊による、 一斉射撃の後、気を失っていたデミドバは、意識を取り戻し、神に感謝。神が私を救った。と叫んだ。彼女の声を聞いた兵士たちが銃剣を構えて迫ると、枕で身を守ろうとした。泣き叫び、壁を背に、あちこち逃げ惑う彼女を兵士らは、銃剣で突きまくった。すべての資料がデミドバが激しく抵抗し、 少なくとも30回刺された後で生きたいたと報告している。40歳没。7月17日の他の殺人被害者と同じく1981年に在外ロシア正教会によって劣勢された。デミドバの祖名、ナタリー・デミドバは1998年7月17日にサンクトペテルブルクのペトル・パウェル大聖堂で執り行われた80年前に一ェフ完で亡くなった。 ニコライ二世一家とその従者のための葬儀に出席した。2009年10月16日に、ロシア連邦検察庁は、デミドバラ従者を含めたボリシェビキによる赤色テロの犠牲者52名の名誉の回復を発表した。ありがとうございます。